はいどうも、相馬です。今日も箱庭の歌続きやっていきたいと思います。おデートですよ、おデート。ということで、小鳥とのデートである。昼食後1時半の待ち合わせ。集合場所に到着するとまだ15分前だというのに、小鳥はもう待っていた。ごめん、待たせちゃった？うん、今来たとこ。私もさっき来たばかり。そんな受け答えはまさにデートそのものすぎて、それだけで僕は緊張してしまう。いかんいかん、平常心平常心。小鳥も言っていたじゃないか、いつもやってることだって。さてと、まず確認しなきゃしないといけないのは他の連中がどこにいるかだ。デート自体は嫌じゃない、というかむしろ嬉しい限りなのだが、晒し物にされるのはまっぴらごめん。僕は辺りをキョロキョロと眺めながら夏雪や伊月がいないか確認する。ち、意外とうまいこと隠れてるじゃないか。もし本気で僕たちを隠し撮りするつもりなら必ずどこかにボロが出るはずだが、今のところそんな気配はない。何やってるの？いや、なんでもない。とりあえず行こっか。うん。見つからないんじゃ仕方ないので進むことにする。しかしその時だ。パッ。え？なんだ？小鳥が僕の手を握ってきた。うわあ。甘いわ、りょうすけちゃん。甘々やな。どうかした？いや、どうもこうも、その、手が。デートは手をつなぐものだって、伊月が。なんでもない顔で言う、小鳥が言う。いや、よかったじゃん、伊月のやつめ。いや、でも結婚はいいじゃん。いい仕事してくれるじゃないか。とはいえ、さすがに手をつないだまま歩くのは恥ずかしい。手をつなぐのはなしにしない。なんだよ。下手れか、お前。なんで？誰かに見られたら恥ずかしいし。なんで？いや、わかってる。そう、小鳥はこういう子だ。説明に困っていると、小鳥は眉を寄せてこっちを見た。嫌？嫌じゃないよ。嫌じゃない。じゃあ早く行こう。つえー、小鳥さんつえー。そう言って僕の手を引き歩き出す。マジで。いいじゃん。誰かに見られてないかヒヤヒヤしながら街の中を歩く。小鳥と繋いでいる右手は暑さと緊張のせいで汗びっしょりだ。凌介、さっきから変。どうしたの？そう？ずっとこんな風にそわそわしていても格好がつかない。そう思ったので、もし誰かに会った時のための言い訳を考えておくことにする。何かいい案はないか。よし、僕は体調の悪い小鳥を病院に連れて行くところ、支えてないと転んでしまいそうだから手をつないでいる。これで行こう。苦しいか。苦しいな、それは。まあデートしてますって素直に言うよりはいいだろう。いや、素直に言った方がいいんじゃない？そんなことを一人で考えていると、ねえ、聞いてる？凌介、不満そうな顔で小鳥がこっちを睨んでいた。ごめん、なんだって？歌の歌詞についてどうしようって言ったの。そっか、やっぱり聞いてなかった。凌介、これはもしかしたらあれかもしれない。何？すると小鳥は無言のまま僕の顔をじっと見つめ、だんだんと顔を近づけてきた。なんだろうなこれ。どんどん近づく小鳥の顔に僕は思わず目をつむってしまう。まさかキスではないだろうなと思ったその時、ゴツン？いて。デコに鈍い痛みが走った。思わず目を開ける。するとじっとして小鳥が僕のデコに自分のデコを当てている。あ、熱？びっくりしすぎて声も出ない。何が解せないのか、小鳥はそんなうなり声を上げ、ようやく僕から顔を離した。離れてもまだ心臓はバクバクと脈を打っている。状況の整理がつかなかった。
今のは熱中症かと思った。熱中症？水木がデート中、凌介の手がびっしょりだったりおかしな行動をとった時はもしかしたら熱中症かもしれない。その場合命の危険があるから、おでこにおでこをくっつけて凌介の体温が上がってないかどうか確かめてって。熱はないみたいだからよかったね凌介。伊月マジ伊月。いつか復讐してやる。いいじゃん別に。どこに行くでもなく歩き続けていると、小鳥が学校に行きたいと言い出したので、そうすることにした。お盆休みのせいか部活動もなく、敷地内には誰もいない。ここに来るのは最多祭の日以来だ。あの日の喧騒を思い出すと、まるで別の場所のようにさえ思えてしまう。校舎の中、入る？誰もいないから鍵閉まってるよ。すると小鳥はポケットの中から鍵を取り出した。持ってる、そうだな、持ってるな、小鳥は。まだ持ってたんだ。以前、敵を倒すために夜の学校に忍び込んでいた小鳥は、イリナさんが作った合鍵を持っていた。ということで、その鍵を使って学校に侵入することにする。完全に不法侵入だな。まあ、バレなきゃいいか。校舎内。外の音が遮断され、うるさく鳴いていたセミの声も今は小さい。二人分の足音を響かせながら、僕たちは廊下を歩く。校舎の中で、どこか行きたい場所があるの？ううん、別に。でも、学校に通ってた時間は少なかったから、もうちょっとちゃんと見ておこうと思った。そっか、転校してすぐ夏休みだったもんね。校舎内の部屋は鍵がかかっていない場所も多かった。小鳥が入ったことのない美術室や家庭科室、理科室などを回って歩く。小鳥が2学期もこの学校にいられればよかったのにな。美術室で絵を描く小鳥の姿を思い浮かべる。家庭科室で伊月に教わりながら調理実習をする小鳥の姿を思い浮かべる。理科室で実験に目を丸くする小鳥の姿を思い浮かべる。そのどれも見ることはできないのだろう。そう思うと寂しかった。私ももっとこの学校に来たかった。凌介やみんながいるこの学校に。何かがうまくいけばそんな日が来ることもあるのだろうか。もしその方法を知ってる人がいたら教えてほしい。そんな気分だった。校舎から出てきちんと施錠し、僕たちはまた違う場所へと向かって歩き出す。次はどこに行く？神社。あ、もう決めてるんだ。うん。うなずきながら小鳥がまた僕の手を取ってくる。いや、いい加減慣れてもいい頃だろう。いつまでドキドキしてるんだ僕は。お、歌ってんね。石段を登りながら小鳥は歌を口ずさむ。どう？なんか歌詞浮かんできた？まだ。どうやらまだ何もつかめてない様子。ラブソングなんて難しい。いやいや、別にラブソングにする必要ないから。え？そうなの？あんなのみんなが勝手に言ってるだけで、別に何でもいいんだよ、歌詞は。食べ物でも？いや、それはちょっとどうかな。やっぱり難しい。何かヒントになるものはないかと考えを巡らせる。ああ、そういえば、コナミが言ってたじゃん。聞いてくれる人に何を伝えたいかって。伝えたいこと。誰に？そう言われても、難しい。じゃあ、例えば僕とか、みんなとか、イリナさんとかは？ひよこでもいいし。伝えたいことがあったら直接言う。ですよね。いい心がけですよ。そういえば、こんなところに来て何かしたいことあったの？別に。ただ、クリスさんと話したり、争ったり、みんなと流れ星見たりしたなーって思って。
つい一週間ほど前のことなのに、小鳥は懐かしむような顔をしている。あ、そうだ。せっかく神社来たんだし、お参りしておこうよ。お参り？お賽銭入れて、お願いとかするんだよ。流れ星みたいね。まあ、近いような、全然近くないような感じだけど。神社に向かい、お賽銭を投げ入れお願いする。小鳥も、見よう見まねで同じように動く。手を合わせる僕に、小鳥は不思議そうな顔を向けてくる。何してるの？お願いだよ。こうやってお願いするの。僕は目をつむって神様にお願いする。そうだな。勇気を出して声に出すことにした。早く、この世界にいる全部の敵がいなくなって、小鳥がこの島に帰って来られますように。凌介。目を開け、少し照れながら、隣にいる小鳥の方を見る。すると小鳥は、この世界にいる全部の敵がいなくなって、この島にまた帰って来られますように。まるで僕の言葉を復唱するように、そうつぶやいた。しばらくして目を開け、こっちを向く。こうすると、叶うの？きっと叶うよ、きっと。ここで、絶対叶うよ、と言い切れないあたり、自分が情けない。僕はもう一度、神社に向かって手を合わせ、目をつむる。何もできない僕だけど、こうして一生懸命願うことだけはしたいと思う。いいことや。商店街でアイスを買って食べたり、少し休憩したりして、僕たちは次の場所を目指すことにした。それにしても、みんな尾行してくると思ったのに、全くそんな様子がない。誰かが、暑いからやめようぜ、みたいなことを言い出したのかもしれないが、何もないと逆に怖かった。それ言ったの絶対夏行きだろ。ああ、歩むっぽいな。次の目的地である海が近づいてきた。波の音が聞こえると、自然に足取りが速くなる。海に到着。時刻はもう5時近くだけど、まだ数人、海水浴をしている子供や保護者の姿があった。見たところ、中学生はいない。助かった。こんなところ見られたら、絶対にからかわれるし、噂になる。僕たちは日差しから逃げるように木陰に隠れた。海は昨日も来たんだった。送別会やったのここだったしね。ずっと繋いでいた手を離し、その場にしゃがみ込んで、小鳥は海を眺め始める。ここで球技大会やったけど、私一人だけ何も参加しなくてつまんなかった。歩夢は？あ、歩夢もそうか。来年は、伊豆木と一緒に出るって約束しちゃったけど、叶わないかな。寂しげに小鳥がそうつぶやく。こんな時に限って、気の利いた言葉の一つも出ない。そういえば私、この島から出たことってほとんどない。病院だけ。あ、そうなんだ。記憶を失う前は、ずっと本当にいたのだろうか。記憶喪失になってからの小鳥は、ずっと僕たちと一緒にいたのだから、そりゃそうか。本島までは、フェリーで片道20分程度の道のり。決して遠いわけじゃない。この島には高校がないため、高校生はみんな、毎朝フェリーに乗って、本島にある高校に通っている。凌介は、島の外、行ったことあるの？あるよ、何度も。そうなんだ。どんな感じ？そうだな。ここよりも、いろいろ便利で、たくさん人もいて、遊ぶところもたくさんあるよ。そんなことを言いながらも、僕はやっぱり、この咲いた島の方が本島よりも好きだった。そっか。でも、これからこの島を出ていくことになる小鳥に、不安を抱かせたくない。だから、咲いた島の方が好き、なんて言えなかった。僕たちは、その後もただぼんやりと海を眺め続けた。すっかり日が傾き、そろそろ解散する頃合いになる。今日はこのまま臨時支部に帰る？立ち上がり、服についた砂を払いながら小鳥に尋ねる。RCH の臨時支部はここからそんなに離れていないところにある。
涼介は本拠地行くの？一応顔は出すつもりだけど。それなら私も行く。行って帰ってくることになっちゃうけど、いいの？いい。そう言って、当たり前のように小鳥は僕の手を引っ張って歩き出す。帰り道はお互い口数も少なく、ぼーっとしながら歩いていた。黙っているとついついいろんなことを考えてしまう。大野さんは敵が見つかるのも時間の問題だって言ってた。そしてその敵を小鳥が倒してしまったら、小鳥たちはすぐにこの島から出て行ってしまうかもしれない。そうなった後、僕たちはまた会うことができるだろうか。本当にそんな日が来るのだろうか。別れたらそれが最後。二度と会えない可能性だってあるんじゃないか。いや、むしろそっちの可能性の方が高いんじゃ。涼介。無意識のうちに僕は立ち止まっていた。どうかしたの？繋いでいた手を少し強く握り直す。この道、左に行けばフェリー乗り場があるんだ。そうなの？うん、そうなんだけど。意を決し、僕は思いつくままを言葉にする。ねえ、小鳥、家出しない？はあ、不思議そうに小鳥は僕の顔を見つめ続ける。どうしたの、涼介？だってさ、このまま小鳥が敵を倒してこの島からいなくなっちゃったら、もう二度と会えないような、そんな気がするんだ。だったら小鳥と一緒に逃げて、小鳥とずっと一緒にいたい。そう思っただけ。涼介、お前言うときは言う男やんけ。あまりに思いつきで無鉄砲な計画。仮にそんなことをしたところで、僕らの位置なんてすぐに分かってしまう。しまうだろうし、あっという間に連れ戻されること必死だ。でも、それでも、すぐ捕まるのなんて分かっているのに、本気で小鳥を連れて逃げようとしている自分もいる。小鳥は微笑みながら、そんな僕を見つめてきた。いいよ。わあ、今すげえ鳥肌立った。マジっすか、小鳥さん。いいんすか？え？でもいいの？本当に、それは涼介のしたいこと？私、今、なんか、嬉しかった。ずっと一緒にいたいって言ってくれて、嬉しかった。私もそう思う。涼介と一緒にいたい。だから、涼介が本当に家出するっていうなら、私もついていく。うわあ、もう、ええ話やな。小鳥。でもね、これだけは分かってほしい。私がみんなといるために悩むのは、涼介だけじゃなくていいんだよ。え？私だって、きっとイリナを説得できる。この島に来られないなら、もう敵倒さないって言えば、イリナだって少しは考えてくれるはず。お前、確かにな。そういう方法もあるから、涼介だけが悩まなくていいんだよ。私もちゃんと考えるから。そっか。うん、そうだよ。相変わらず笑顔のまま、小鳥は僕の手を引いて歩き出す。でも、本当に嬉しかった。涼介、本当に私と一緒にいたいんだっていうの分かったから。そりゃ、そうだよ。思い起こすと、自分でも結構大胆なことを言ったものだ。あれじゃ、もはやここや告白とあまり変わらない。急に恥ずかしくなりながらも、小鳥は鈍いからあのくらい行っても大丈夫と思っている自分もいた。私、今よくわかんない。え？小鳥は小鳥で、またよくわからないことを言い出す。なんて言えばいいかわかんないけど、今嬉しいだけじゃなくて。空いた手を顎に当て、小鳥はうーんとうなった。まあいいや、わかったら言う。それで納得したのか、小鳥はそのまま笑顔で僕の手を引き続けた。おお、涼介たちじゃないか。ああ、歩む。本拠地に向かっている途中、ちょうどそっちの方から歩いてきたみんなと出くわした。
からかわれそうなので、小鳥の手をすぐにほどく。おうおう、どうだったんだよ、今日はよ。楽しかった。おう、琴音のこんな笑顔はなかなか見れるものじゃないの。よっぽどいいことがあったのかしらね。いづきマジいつか復讐するからな。あら、感謝される覚えはあっても、復讐されるような覚えはないわよ、私。そりゃそうだ。いいこと、いい仕事した、いづき。みんな、今から帰るところ?そうじゃよ。もう日が暮れるからの。そっか。せっかく海の方からこっちまで歩いてきたのに。うん、いい。みんなが帰るなら、それでいい。そう。それより小鳥、どうだったのよ。ちゃんと、凌介さんに愛が何かを教えてもらった?なもん教えてねえよ。愛っていうのはよくわかんないけど、でもなんかこう、よくわかんない嬉しいって気持ちがある。何を言ってるんだ?伝えにくい。でも、凌介といるときは、嬉しいじゃなくて、いや、嬉しいんだけど、それだけじゃなくて、なんかこう、わかんない気持ち。さっぱりわかんねえ。お前ら察しろよ。それが好きってことだろ?両兄といるといつも感じておったのじゃろうか。わかんない。感じてた気もするし、そうじゃないかも。でも今日はすごく強く感じた。なんで?どういう時に?凌介が、あ、やばいこれ。なんか嫌な予感がする。ずっと一緒にいたいって言ってくれた時に、すごく強く感じた。いやー、いいね。いいね。ちょ、小鳥なっついきお前どこ見てんねん。もうそんなのね。じゃな、簡単すぎるじゃろう。え?ほら、教えてやれよ、あゆちゃん。なんて、なんであゆむやねん。なんで俺なんだ。それが好きって気持ちよ、小鳥。いづきの言葉に。小鳥はしばらく固まっていた。が、これが好き?急に顔を真っ赤にすると、はっ。僕から顔をそらし始めた。おーおー、顔が真っ赤になって可愛いの。可愛いな。ちらちらこっちを伺ってはすぐに視線をそらす小鳥。何これ?え?どういう状況?どうすればいいの?一緒にいるときは大丈夫だったのに、気づいたら赤くなるのか。やっぱり小鳥さんは変わってるな。いいじゃないのよ、可愛いんだから。可愛いな。確かに可愛いけど、これ今後まともに会話できるのか。しかしその時だ。あ、小鳥は急にビクッと体を揺らし、驚くような表情を浮かべた。お、今度はどうしたんだ。敵か。小鳥は、ほうけた表情のまま、瞬きもせずに、虚空を見つめる。ちょっと小鳥、大丈夫?あ、うん。いづきの呼びかけで、ようやく我に帰った小鳥だったが、その一瞬。ひどく悲しそうな顔をしたのを僕は見逃さなかった。小鳥?え、何?様子がおかしいのを、どうしたのじゃ。そんなもんな、あれだよあれ。恋の病だよ。そう、そんな感じ。肯定するのか。え、何この子、変な小鳥ね。じゃの。なんかありそうじゃね。みんなが笑う中、小鳥も釣られて笑っているが。やっぱり何かある。僕の目には何かを隠しているように映った。ずっと見つめていると、その唇が小さく動く。そっか、そうだったんだ。ん?なんだ?一体何に気づいたんだ?結局それが何なのかわからないまま、今日は解散することになってしまった。おう。どっちパターン?うほへい。はい、というわけでね。どっちパターンだろうな。好きになっ
ったけど、もう出なきゃいけない、島から出ていかなきゃいけないみたいになって、それを気づいて悲しくなったんかな、そういうパターンかな。はい、というわけでここまでご視聴してくださった皆様ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。ほなね。